豊根文化広場は、愛知県北下良郡と米村にある文化施設群。豊根村ふれあい会館、村民ホール、収蔵庫、花の木広場などの施設の総称である。1990年5月10日にオープンした。1889年10月1日に、北下良郡三沢村、上黒川村、下黒川村、駒立村、 坂卜村の五村が合併して成立した豊根村は1989年10月で村制100周年を迎えた。豊根村は100周年記念事業として豊根村市の編纂、100周年記念誌の作成、豊根紹介ビデオの作成、中国視察研修、キャッチフレーズやマスコットの制定、記念式典を行った。また、 100周年記念イベントとしては1989年9月30日に役場奥の広場で豊根祭りを開催し、また10月29日に豊根村立豊根中学校グラウンドで村民運動会を開催した。豊根祭りにはモノマネタレントの清水明、お笑いコンビのコントラブコル、歌手の立花淳一が訪れてタレント賞を披露した。 これらの各式年事業や記念イベントに加えて、豊根村は100周年記念施設として、地区文化広場を建設することとし、1990年5月10日に豊根文化広場がオープンした。竣工式には、鈴木麗二愛知県知事、松下愛知県議会議長、竹下喜平愛知県議会議員、近藤長一新城郎市長、小林文彦と米村長などが出席している。 総事業費は4億4 4 0百4万8000円で、あり、うちと米村事業分は3億3314万2000円で、ある。